中継にはっきり映ってる谷川桃子を襲った北朝鮮の蛮行。北朝鮮の選手、倒れ込むなでしこジャパンの選手を足裏で蹴っ飛ばそうとしてた。主審が目を切るの早すぎたのと接触がなかったことからバレてないけど、中継にはっきり映ってる。北朝鮮ゴミみたいな報復行為してて草。そして見逃す審判団。明らかに倒れて起き上がる間に蹴ってるんだが、これで3度目。北朝鮮9番足の裏で日本選手蹴ろうとしてる。おい北朝鮮の9番くたばれや、なでしこに何してんだよ。北朝鮮の選手スポーツマンシップなさすぎる。普通に蹴ってくるやん。え？サッカー北朝鮮の選手シンプルに蹴り入れてたんですが。北朝鮮、谷川に蹴り入れとるやん。退場だろ。北朝鮮蹴っただろ、カードだせ。北朝鮮のラフプレイ。ヤクザサッカーに注意。出たな北朝鮮のラフプレイ。北朝鮮本性出してきたな、なでしこ怪我には注意。北朝鮮の選手は倒れた後に蹴ってきてる。VAR ないとあれが流されるからやばいな。VAR ないから仕方ないが、北朝鮮9番のは見えてたら最低黄色、赤でも良いくらいの報復スパイク攻撃だった。VAR ないの、ほんと怖いな。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。